リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、シェフィーさんの毎週木曜日ではない日の、ご飯のお時間でございます。毎週ね、木曜日いつも、ご飯タイムなんですけれども、今日は日曜日ですね。一週間にね、2回あげる時とかもありまして、今日は2回あげる時の日になります。でね、シェフィーさんがですね、最近、色を覚えたのが形なのか、これを見せるとね出てくるようになりました。ちょっと見ててね。はい、ご飯よ、ご飯よ、ほらね、来るのよ。はい、ご飯よ。はい、で最近はですね、ご飯を直接ここに置いてあげるようにいたしました。はい、どうぞ。ほら来た。まあ多分日々のご飯あげで覚えていったっていうところなんでしょうけれども、まあ爬虫類とか両生類っていうのはね、慣れるっていうのはあるんですけど、懐くっていうのは概念的にはないんですよね。なので、私にこう、まあ、慣れてくれているっていうのも、多分餌をくれる、なんか悪いことしないやつだっていうので認識してくれてるやつですね。なので概念的にはですね、まあ、私は懐くはないと思ってて、まあ、懐いてるよねって言ってくれたりはするんですけど、なんかね、なんだろう、こう、社会性を持ってっていう行動ではないような気がしてます。ただ、多少なりとも、まあ哺乳類に比べるとね、やっぱり知能的には落ちるっていうのはあるんですけど、なんだろうな、分かっちゃいるっていうところがありますね。なので、なんだろうな、まあある意味では、懐いてるって言ってもいいんじゃないかなって思ったりはします。ただ、多分よ、こいつ的には、餌をくれるでかいやつっていう認識だと思うんだよね。で、危険性がないからっていうところで。だから芸を覚えたりっていうのは多分無理なんだけど、だからそこで口を拭くな。でね、どうしてもね、口の周りをこう食べた後にね、ふきふきしたいみたいで、で、なんかね、今みたいにここにゴシゴシやっちゃうのね。最近このお皿を見せるだけで出てくるようにはなって、多分最近ご飯あげるときにこの餌に、餌皿というか皿に乗せてるから、餌もらえるっていうのは認識してる気がします。まあ、ただね、トカゲちゃん、ヘビちゃんは特になんだけど、なんて言ったらいいんだろう、油断してると本当に噛まれたりは、まあでもどの動物でもそれはそうかな。油断してたらバクってくるっていうのはね、こう餌と勘違いしてとかだけではなくて、甘噛みじゃないですけど、そういうのは絶対あるので、まあ多分餌っていうのは覚えてきてるっていうところだとは思ってます。もう覚えてくれてるだけでも私としては御の字ですね。なので、まあうちの子はまあベタ慣れですね。懐いてるといわゆるベタ慣れちゃん、慣れちゃってるっていうところですね。こうやってね、ご飯をここに置くとそこでも食べてくれるし、いや、このスライム皿本当にいい感じですね。面白いことにね、見せるともう認識して出てくるんですよ。まあ、多分自分の名前とかはね覚えてないとは思うんですけど、呼んでるとシェフィーさんって言ってると出てきたりとかするけど、それなんか音に反応してるような気はするんですよね。なんかこっちに対して言ってんなぐらいな感じで。まああとシェフィーさん以外にね、この子を呼ぶことはないんで、あえて違う名前で呼んで見ても来るってなれば、多分そういうね、多分音での認識なんでしょうけど、なんかあえてね違う名前で呼ぶっていうのは意味がわかんないんでやらないですけど、まあそういうところですね。で、ご飯が終わると帰ります、こうやって。
あ、もうご飯終わりですね、帰ります。優秀ですよねご飯が終わると自分で帰るんですよ。だっていや優秀優秀。ベタ慣れではあると思うんですよね、この子は。懐いてるっていうのは概念的にちょっと難しいお話ですけども、本当にああいう感じでね、犬っぽいっちゃ犬っぽいんだよね。犬かわしてきてるような気がしてて、私は。まあただこれに関してはなんかこっちのね愛情というか、まあね、私は動物ちゃんたち愛してねやまないと思ってはいるんですけれども、その愛情が伝わってると思っております、私的にはね。でも愛情が伝わった結果こういう感じで、慣れてくれてるのかななんて思いますね。 あとあの温度計そろそろ外さなきゃ。あの温度計なんかわかんないんですけど、ぶっ壊れたらしくって温度が動かないんですよ。で近くであのヒーター焚いても動かなくなっちゃって、あれは後で取らなきゃ。この間なんか温度低くねって思ってやってたんですけど、あいつ多分壊れました100均で買ったやつなんでね、壊れることもあるでしょう。はい、ちょっと後で抜こう。はい、っていうところでね、うちの子はこれを見せたら出てくるよっていうお話でございました。で何で認識してるんだろうね、形なのかな、色なのかな、色をどこまで認識できてるのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、ほんとねこの皿以外で試したら別に出てこないんですよ。でもこの皿でこうやってこうご飯だよってやると出てくるんですね。なのでちょっとわかんないです、どこまで認識してるのかはわかんないんですけど、この形、まあ普通の形ではないしね、スライムの形だからっていうので認識してるのか、色なのか、このなんか大きい、これぐらいの大きさのもので認識してるのかわかんないんですけど、認識してねご飯で出てくるようになりました。何で認識してるのかな、ちょっとそのあたりはわかんないですね。でもうちの子はこの皿で反応するようになりました。これまあ実例としてね、動画として上げてるのはこれまず1本目になるとは思うんですけれども、今後もねこれでこうやってご飯だよってやってあげることによって出てくるのが、まあ実証としてね残せれば、ちょっとトカゲちゃんたちのねその認識力というか、そういう部分がね見えてくるんじゃないかななんて思ったりもしてます。結構ねこの音に反応するっていうのはあって、このパチ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 の音で出てくるってなったりとか、あとはまあ近くでねガサガサガサっていう音がしてると、あーご飯だっていう出てくるタイミングもあるとは思うんですけれども、この子はねこれで反応したので、ちょっと分かりかねますが、まあうちの子はスライム皿を見せるとご飯だって出てくるっていうお話でございました。ちょっとね今後もシェフィーさんの動画、そしてシェフィーさん以外のね動画もね随時上がっていくとは思うんですけれども、ぜひともそちらの動画も楽しみにしていただけますと幸いです。はい、ということで本日は、スライム皿を見せると反応するシェフィーさんの動画でございました。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらの方のフォローお願いいたします。そして過去にもねたくさん動画上げてますので、よかったらその動画も見てみてください。そしてコメントもお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで以上リントでした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらから、よろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。